ドリームチェイサーです。今回はこちら、妖怪ウォッチプニプニのシールコレクションを買ってきました。表紙でいろいろ選べたんですが、いろいろあった中から今回はオイランシワクちゃん不死身御前がついたこちらのシールですね。これをゲットしてきました。可愛いですよね。表紙も可愛くて、二重付きだったので3セット、今回は残り2つはこっちですね。これは次回とその次にやろうと思っているのですが、まあこんな感じで3つ買ってきたので、では早速どんどん開けちゃいたいと思います。シール2枚入り2枚入り2枚入りなの？え、1枚じゃないんだ。ちょっと待って、2枚入りを見なかった。さあ、大量にシールが溢れること間違いなしなんですが、どうでしょうか。では行きましょう。早速1個目いきます。さあ、2個入り、何が出るかな。お、キラキラ、あ、全部キラキラなのかな。これキュービですね。キュービと、もうわかんない、いっぱい乗ってる。これはカゲロウかなと兄貴かな。これなんだろう。わー、すごい、こんな感じで入ってるんですね。あー、面白い。これどんどん開けていきましょう。12番22番と番号が振ってあります。2パック目いきます。ちょっとわかんないキャラもたくさんいるので、わかんなかったらごめんなさい。2パック目は誰かな。出てきて、せーの、よいしょ。あ、のぼせトンマンだ。おー、セイオカンと新オバー、そしてのぼせトンマンと、これはカオベロスかなと認めんかなですね。わー、2つ一気は何気に嬉しいかも。しかもキラキラで可愛い。これはこれはいいでしょう。3パック目いきます。せーの、じゃん。はい、1個目はフーミンとおねむのせいかなと、あ、雪女と吹雪姫、そして百鬼姫ですね。これはちょっと知識をフル活用しないと出てこない、パッと出てこないかも。いっぱい載ってるんだ、一つに一人じゃないんですね。はい、続いて4パック目いきます。じゃん。お、安定のジバニャン来ました。ジバニャンと、はい、こちらは生ハゲとクシャムシャですね。はい、5パック目にあたり助っ人呼んできました。子供たちも参加です。名前を教えてもらいましょう。5パック目、中身は何かな。じゃん。はい、今回はウラヤメシとキズナース、キズナースと、なんだっけ、マムシ行事と、マテンシ、マテンシ、はい、とイケメン犬です。プニプニ、プニプニ、はい、6パック目いきます。せーの、じゃん。あ、当たり、もう一回引いてねの紙がありましたけど、はい、トヨリーヌとバカズキンとトドロキジシと、なんだこれ、鳥の、そう、ネクラマテングのあの進化、進化誰、進化じゃねえ、色違いだよ、色違い、誰だろう。とりあえずこのやつ保留。はい、そしてウサピョン、安定ウサピョン。もういっぱいキャラが出てくる。これはでも面白い。7パック目いきます。はいはい、これはで分かるでしょう。電人と発電神とお電人ですね。と、これはもうクワノブシとクワガ大将と大クワの神、大クワの神かですね。ですねってもうわけわかんなくなってきてる。はい、続いて8パック目いきます。はい、あ、1枚目はメラメライオンと、うん、ワカメくんとキュン太郎と1つ目小僧。はい、いいね。
はい、もう一個は何でしょうか。山吹鬼。山吹鬼。強い。はい。キャラクター。九パック目。九個目いきます。お、クマさん。となんだ。と？アツガルルとガリ王子じゃない？ガリ王子とアツガルル。うん。はい。十個目は何でしょうか。じゃん。おいいね、これかわいい。ジバニャンウサピョンコマさん。だね、ジバニャンウサピョンコマさんとコマさん。コマさん。コマさん、これはさっきとは違うバージョンだ。お目目キラキラバージョンですね。かわいい。さあ、11パック目いきます。もっともっとかわいいよね。もっともっとかわいいね。11パック目は何でしょうか。なんだ。はい。無理壁とかだ。ほんとだ。無理壁と、ボスだ。ボスだね。これなんだっけか。さ、注射打つやつ。そう。注射打つやつ。包丁。第5章ぐらいで出てきたやつなんだけど。指が包丁になってるやつにシャキッ。長花と、無理壁と、雲外鏡はわかりますね。これ、はい、保留。はい、そして、ゴリダルマ？うん。違う。闇鏡と、野ガッパと。これ、ゴリダルマじゃない。ゴリマッチョ？うん。マッチョ。ダルマッチョ。ダルマッチョの方か。ダルマッチョ。そして、これは、ジミーだよね。ジミニーで。ジミニーってなんだよ。これが。闇鏡ね。うん。オッケーオッケー。野ガッパ。野ガッパね。はーい。じゃあ続いていきます。雲外鏡もいたよ。うん。雲外鏡はさっきいたね。はい。では、これは12かな。12。はい。お、これは、あ、かぶった。いいねー。これは。花咲じいイケメンチェン山吹鬼。そうだね。レジェンドの3体だね。そして、お、これはモテマクールかな、うん、と、バカズキン。あ、モテマクールじゃねえ。モテ持ってんだ。モテマクールだな。違うよ。もともとバカズキンじゃないよ。もとも、なんだっけこれ。もとも、忘れん坊。忘れん坊でした。忘れん坊。そうだそうだ。忘れん坊と、土の子と、もてまくると、ひもじいかな。ひもじい。ね。食いしんなんだよね。ね、なんか、この前の時あの、パン一丁。え？はい。次。13番目は、どんどん。あの男と、ママ、なんママ、ここが。これがダルマッチョ？ああ、これ違うよ。そしてこれ長バナナ？違う。長バナナに、うん、ここが、なんか汚れてる。あ、これ。え？こっちが長バナナじゃないの？うん、そう、長バナナ。ね、こっちが長バナナだったよね。これは長バナナだよね。うん。そしてこれが、カゲロウ。カゲロウかな？カゲロウもさっき出たけれども。なんだあ、羽を折ってくれた。うん、さっきね、それ。そして口だけ女とボスおならず者と、ボス疑心暗鬼、うん、まあ、ボス疑心暗鬼だっけか。ガキの方じゃない？ガキの方だね。まあ、ボスと、はい、ボスまたわかんないの出てきた。これ後でまとめてレビューします。これ知ってるよ。はい、とプニプニに出てるやつだよ。そう、プニプニに出てるやつね。プニプニ戦っているんだけどね。はーい。はいはい。今度はほら、出てきた。こっちが何？モテヌス。あ、これモテヌスか。と、ワカメちゃん？違う、昆布さん。ワカメちゃんって誰だよ。メカブちゃん。メカブちゃん。で、これが、先駆けの助と、グラグライオンと、無駄遣い。ムラ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 世界。コマさんとコマジロ。はい、いいですね。なんか、これ何パックあるの ?20 パックあります。全部続いて、うわ、あ、これは、虫歯伯爵。虫歯伯爵、デビビル、デビビランですね。あっちとダブってやつ。これが、アゲアゲハ、最高潮。これが、絶好調。うん。絶好調。いい方の絶好調。あ、いい方。絶好調、こっちはこれアゲアゲハ。あ、アゲアゲハ、絶好調、最高潮。そう。あ、いい方ね、これ全部ね。これ全部いい方。そうか。いっぱいいい方、いい方。はい。そして、あ、キュービー！キュービーだね。と、ヘコキジン。と、ババーン。ババーンと、シシマルと、プルファント。プルファント。みんな丸。みんな丸。
はーい。なんだ？はい、続いていきまーす。花咲かじーと、人面犬、からかさおばけ、じっくり男、じっくり男、ほのぼーの。ほのぼーの。俺ゲームやってるわかんない。あ、ほのぼーのは、いきまーす。あ、ほのぼーのは、当たりマークが出てきましたと、ジバニャン。お店で買った時はもう一個もらえるのね。ジバニャンこれ。はい、ジバニャンね。あとは、みんな。導きと、腹踊り、これさ、かげろうし、かげろうしじゃない、違う。あれだから、と、かげろうしと、これは、大蛇の壺？カンチに、とりあえず書いてある。笑う壺。笑う壺で。丸かな。はい。みんな正解。そしたら、知ってるよ、これ。続いていきます。あ、これいいね。いいね、ザップニプニって感じ。ジバニャン、コマさん、ブシニャン、コマジロウ、ウサピョン、ロガッパ、鼻水出てる。リュウくん。はい。桜の島と、あと、サンズの犬、そして幻？サンズの犬じゃない、色違いだ、それの。違うよ。カオベロス？いや、違う。これ違うやつだよ。え、これなんだろう。サンズの犬じゃない？ドジンってやつ。サンズの犬はあの紫でしょ。紫じゃん。これ紫。紫だよ。ピンク。耳じゃないよ。全体紫だよ。何これ？これ黒だけど。じゃあこれもちょっと調べてみましょう。そして桜の島、ネガティブーン、思い出すポン、幻。ね。うん。はい。続いて。なんだ？なんだ？うおー、ゴルニャン来たー。ゴルニャン、ロボニャン。ねえ、と。兄貴、力持ち、セミマル、なんだ？マムシ行事じゃないか？マムシ行事。の色違い。マムシ行事でいいでしょ。え？マムシ行事ってあの赤いのでしょ？うん。あれは、シキルンジャでしょ？え？シキルンジャ。あれどっちだっけ、これもわかんない。シキルンジャは青いんだよ。はい、残り2つになりました。何でしょうか。うるさいってば。カギオロチ。そしてポリダルマ、カタノリ親方、サトリちゃん、座敷わらしね。うん、オッケー。あって最後の1泊となりました。ダイン。最後の1泊は何でしょうか。はい、お、オロチキュービー。これ最高。すごいね、これ。かっこいい。と、なと、ハクとリュウくんと、横取りと、モレゾウ。ウサペンと同じの。でした。見てて。じゃ、ちょっとわかんないの、これを調べちゃいましょう。全部被んなくてよかったですね。面白かった。え、まさかの全部被ってないの。うん。はい。では、調べてきたので、ご説明。こちらボスですね。おぼろ入道でしたね。そしてこれが破れかぶれ院長。そしてこちら台風の目ですね。台風の目。そしてこれは読み天狗でした。読み天狗。いまいちよくわかんなかったのは、こっちがマムシ行事、これがシキルンジャですね。そしてこれ笑う壺で大丈夫でした。ダルダルマですね。あとは大丈夫だったかな。ちょっとなんかミスがあったらまた教えてください。こんなにいっぱいあると子供たちの会話のツールにはなるので、とっても楽しいと思います。はい、というわけで今回は妖怪ウォッチプニプニのシールコレクション、こちらを開封していきました。見事全部被らなかったので、次のこちらですね。次はこちら、オロチの表紙のものを開けていきますが、どれだけ増えていくのかとっても楽しみです。ということで、次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。